高津監督、長岡に忠告。ヤクルトはドミンゴ・サンタナ外野手の同点弾と決勝打で逆転勝ちとなった。2番に入った長岡秀樹内野手が4打数4安打1打点の固め打ち。11日の試合から7打数7安打となった。高津慎吾監督は、この3連戦で初戦、2戦は1点差。やっぱり競ったゲームをこうやってものにしていかないとね。そこに首位、上位との差というのがあるのかなと、試合中に思いましたね。1点を防ぐとか、あと1点をどうやって取るかというところが非常に難しいのが野球であって、そこのせめぎ合いをやっているわけでね。まあ、1勝2敗でしたけど、内容としてはそんなに悪くない3連戦だったのかなと思いますと振り返った。スクンダの助っ人については、ランナーを置いたところで、非常に頼りになるバッターですし、非常にスマート。頭がいいですしね。すごく配球も読んでスイングを仕掛けてくれていると称賛。11日の3安打に続いて、4安打を放った長岡については、昨日3本打って、今日4本だから、悪い状態ではないことは確かでしょうけどね。車の運転に気をつけてほしい。こういう時は当たりやすいのでと笑みを浮かべていた。高津のお気に入りだし、活躍すると嬉しいよね。関係ないと思うぞ。高津が、フルスイングしないと、岡ちゃん使わないよとか余計なこと言わなければ、昨年も打率残せたと思う。本当にバカ監督。めちゃ面白い、ハトフンと犬の子にも気をつけた方がいい。長岡はとうとう、バッティングで覚醒したね。竹岡も覚醒してくれるといいんだけどな。なかなかウィットに飛んで明るいコメント。勝つとベンチも明るくなる。サンタ世界秀樹でよかった。もう少し神宮で勝ってほしいな。車の運転は監督も含め、チーム全員、毎日気をつけてくださいよ。コウジマを知ってね。現役時代の高津はかなり、キャラ勝ったからよくわかるんだろうな。うまいアドバイス。どうせ当たるなら宝くじでしょ。あとはフグとか、競馬やパチンコは良いかも。監督も、毎度毎度、サンタナを下げるの気をつけてほしいですね。今日も数点差しかないのに下げて、リリーフが打たれかけた。今の自分のチームの戦力を理解しているとは思えない。入団した時からこのくらいのポテンシャルを持っているのはファームから見ているファンは分かっていた。まだまだすごくなるよ。去年、巨人の原監督が阪神とはいつも接戦は接戦なんだけど負ける。そこに力の差を大きく感じたと言っていた。